今大変な状況ですけれども、皆さんお元気ですか？私は元気にしてます。こんな状況だからね、お仕事とか生活のこととかすごい、心配でね、不安でね、もんもんと考えて、頭がねパニックになってらっしゃらないかなと心配してます。今日はそういったことも含めてまたねガイドからメッセージを受け取るということをさせていただきたいと思います。前回、動画をね見てくださった方はお分かりだと思うんですけれども、今日もこうやって3つのアイテムを持ってきました。今日は龍の置物です。私から見て右側は赤龍、真ん中金龍、左は白龍です。この3つからご自分の、また同じですよ、ご自分のガイドに聞いて、自分はどの龍を選べばいいですか、どの龍のメッセージを受け取ればいいですかっていうことをまたやってください。では行きますよ。右側の白龍を選んだあなた、常にいつもキビキビと判断し行動するあなたは、未来を先読みする能力があるようです。霊感のようなものもあるような感じですね。自分が今どう行動すればいいか、今何をするべきか、自然とおのずとわかる。常に未来を考えながらの今という環境がある。今後もご自分のインスピレーションを信じて、必要な情報を集めて、この難を乗り切っていかれることでしょう。真ん中の金龍を選んだあなた、ご先祖様への感謝を忘れないでください。これまでも幾度となくご先祖様の徳によって助けてもらっているようです。こんな不況だからこそご恩返しをしてみてはどうでしょうか。陰徳を積む、これが最上級の恩返しとなるようです。また助けをいただけそうですよ。最後に赤龍を選んだあなた、頭の中が少々パニック気味になっていませんか。物事を深く考えすぎることを今は避けましょう。周囲の話だけで物事を判断してはいけませんよ。早とちりに要注意です。今の自分ができること、最善を心がけて行動していきましょう。どうですか？メッセージ受け取っていただけましたでしょうか？またね、この金剛鈴の鈴の音で不安を追い払っていきましょう。いきますよ。受け取ってくださいね。ではまたお会いしましょう。